周辺に設置されているアクセスポイントを検索して設定する方法です。メニューをタッチしてメニューバーを表示します。設定をタッチして設定画面を表示します。上部のタブから簡単施工をタッチします。ルーター接続のありの画面で有線・無線切り替えをタッチします。無線LANを選んで決定をタッチします。無線LAN設定をタッチし、無線LAN設定画面を表示します。無線LAN設定画面からアクセスポイント検索を選びます。アクセスポイント検索画面で検索をタッチします。セキュリティコードがあるネットワーク名には鍵マークが表示されます。接続するネットワーク名の接続をタッチします。確認画面が表示されますので、はいをタッチします。アクセスポイントのセキュリティコードを入力して、決定をタッチします。接続設定が終わると完了画面が表示されますので、完了をタッチします。